中村愛のうまコラボ。どうも中村愛です。今週は日本ダービーが行われます。7262頭の頂点立つ馬は一体どの馬なんでしょうか。ということで早速私中村愛の注目馬5番コントレールといきたいところなんですが、もう1頭探してみました。ズバリこちらです。3番ワーケアです。なぜ3番ワーケアかと言いますと、1つ目の理由がこちら、手の内を知るコンビだからです。ということで今回もルメール騎手とタッグを組んで頂点を目指すわけなんですけれども、そんなルメール騎手とはデビューからコンビを組んでいるんです。なのでそんな陣営にダービーでは勝ってほしいなと思っております。そして管理する手塚調教師がこのように語っております。調教するたびに良くなっている、ルメール騎手は東京の方がいいと言っていて状態もすごくいいと思うとのことです。ということで今週は早くも照準はダービーに定めて、デビューからルメール騎手とコンビを組む3番ワーケアに注目です。馬と未来とのコンテンツ馬コラボ、高い的中率を誇るコラボ指数は指数上位6以内の組み合わせが合言葉です。先週行われた72レースのうち、じゃーん、コラボ指数上位6以内の組み合わせだったのは31レースでした。その中でも日曜日に行われた新潟2レースでは5番人気、2番人気、7番人気で決着したレースを見事的中。人気薄の構想を見事に予想し、3連単はおよそ4万円の高配当です。今週の馬コラボでは日本ダービーの指数をブログ内で無料公開。詳しくは馬コラボまたは馬と未来とで検索してみてください。また総勢17万人以上の会員を誇る馬と未来とが生み出した次世代ツールの競馬解析、このツールを使えば全ての競馬サービスが過去のものに。あなたにとって絶対に手放すことのできない、まさに競馬予想の必須アイテムがここに誕生します。ボタン一つで始まる全く新しい競馬体験は来月6日17時ついに公開です。最新情報は馬と未来とでチェックしてみてください。以上中村愛の馬コラボでした。